かったけどミディアムレア美味しい。そう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 。だから知ったことやね。だってさ、嫌だよ。今回のリクシルスポーツザセッションですが、僕が、名護と龍二を呼んでいました。名護の紹介はお酒が強いです。いやちょっと待って、ちょっといきなり使えない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 、ちょっと待って、いきなり使えない使えない、まあ、名護とは何回かあのお酒飲んだ。ダメ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 、ちょっと待って、すごい強くて亮太くん、まあこのチームでも、いや違う1、2を争う主語なんじゃないかなと思って。これ、OK? なんで使えないの？二十歳超えてるでしょ。あ、超えてるか。まあ確かに。嫌じゃないでしょ。嫌じゃない、全然嫌じゃないですけど。なんかお酒のイメージになりません？僕。いやいやいや、大丈夫大丈夫。本当に？普段はあんま飲まないけど、飲んだ時は強い。ね。はい。まあ、いや、まあ、そうですね。では次、名護から龍二を紹介してみてください。まあ、龍二くんのイメージは、選手権の時のイメージが強いですかね、俺は。2点決めましたっけ？決勝で。そのイメージがめっちゃ強くて、まあ、大学も何回か対戦して、まあ、とりあえずバゲモンだったんで、イメージで10番ですごい選手で、でこうやって一緒にやれて僕は嬉しいです。あと選手権って高校選手権、あ、そう、決勝3年の時、うん、優勝したんですよ。っっす、2点取ったの。はい。優勝したの。優勝しました。マジで。はい。え、市船。市船。あ、そうなんだ。はい。相手どこでしたっけ。相手四中高で、あ、そうか。で、僕、四日市出身なんですよ。うん、僕、一年でキャプテンやってたんですけど、うん、向こうのキャプテンは千葉出身で四中高行ってて、うん、僕は四日市出身で一年で行ってて、お互いこう逆になってて、で、まあ、その向こうのキャプテンはあの決勝累積で出れなかったんですけど、あ、そうなの。それは結構話題というか、僕的にはやっぱ四日市出て一年で行ってたんで、あ、そこの高校に負けたら、あ、なるほどね、はい、何言われるか分かんなかったんで。でも2点取って優勝しちゃったんだ、はい、ギリギリ。めっちゃヒーローじゃん。やばいやばいでしょ、はい、帰った時。そうですね、僕だけじゃないですけど、みんなやっぱなんかファンレターとか、あ、そうなんか、そういう学校に多分すごいな、届いたっていうのは聞きました。共学？共学っす。じゃあすごかったでしょ、結構モテた。僕らもう3年だったんで、多分2年がやばかったっすね。リージは？僕はまあその時彼女いたんで。ああ、おお、はい。じゃあ最後にリュウジが俺を紹介して。台本通り。まあ亮太くんのまず、まあサッカーというかプレースタイル的には今チームですけど、対戦とかそういう練習とかで敵としてやりたくないなっていうぐらい結構ガツガツ守備も来ますし、まあハードワークというかそういう球際の強さだったりっていう部分はすごく嫌な選手だなって感じてますし、まあ、コーナーとかも蹴りますし、キックがやっぱすごい上手いなっていうには感じます。まあ、でも私生活はなんかそんなガツガツしてる感じじゃなくて、さりげなく面白いこと言ってるなっていうふうには。さりげなく、はい、なんかさりげなくいる、がっつり出てくっていうよりはなんかパッと面白いことツッコミというか、なんかそういうの言ってるイメージがあります。いや、ツッコミは名護でしょ。まあそうですね、ツッコミは名護ですけど。そんなことないですよ、別に。リュウジ引き出したいな今日。確かにね、あんまり知らないから。まあそうですね、まだ来て半年とかなんで、ね、リクシルスポーツザセッションスタートです。皆さん最後までご覧ください。じゃあサッカー面の話いきます。3人とも大学でサッカー部の経験者なんですけど、なんで大学サッカーを選んだのか、なんでですか。じゃあリュウジ、まあ、やっぱみんなプロっていう部分は目指してると思うんですけど、まあ、高校3年になった時にやっぱり高卒でプロに入って活躍できる選手とかってもう3年になる頃には3つ4つとか、うん、まあ、オファー来て、その中で選べるような状態の選手なのかなっていう自分の中で、まあ、そういう勝手なイメージがあって、まあ、自分はそういう選手じゃなかったので、もうその3年になった時点で、まあ、大学サッカーを、まあ、当然サッカーは続けたかったんで、大学からプロっていう、まあ、そういうイメージで大学サッカーに行こうっていうふうに
まあ、考えたというか。いけたの？オファーはあった？いや、オファー自体はなくて、なんかまあ練習参加とかっていうのは、うん、あったりはしたっていうのは、まあ、監督とかから聞いたんですけど、うん、直接そういうオファーっていうのは、まあ、その選手権終わった後は分かんないですけど、もうそういうその3年になったぐらいの時期ではなかったんで。あ、そうなんだ、はあ、そんな10番で活躍してたの？いやいや、なかったんだ。いや、絶対ありますよ。選手権終わった後は絶対、ね、まあ、選手権終わった後はあったかも分かんないですけど、その時冬なんで、冬か、はあ、1月とかなんで。え、でも明治はもう決まってたの、その時は。あ、その選手権の時ですか、うん、あ、もう決まってました。決まってたんですか、はい、もう夏前に決まるんで、基本。へえ、そんな感じですね。なるほどね。それでじゃあもう一回 J リーグを目指そうと。はい、大学に行って、はい、頑張ろうと思いました。俺もそんな感じだったな、そういえば。大体そんな感じが多いですよね、やっぱ。練習参加とかあったけど、もう行かずに、うん、そう、中大のセレクション受けて、すぐ決まったから。亮太君、フロンタリウスでしたっけ？そう。それがあんまイメージない、うん、ないよね。うん、なんか湘南のイメージ強いんで。ああ、俺フロンタリウスのユースなのかな。しかもジュニアユースもフロンタリだから、6年間いるからね。イメージないっしょ。はい。みんな知らないんじゃないですか、もしかしたら。あんまり、俺鹿島来て初めてそれ知ってびっくりしましたねマジで大学とか最初行く気なかったけどね。あ、そうなんですか、うん、もう絶対プロ俺上がれると思ってたから、はいはい、で夏に上がれないって言われた時の帰り道やばかったけどマジでこの世の終わりぐらいのテンションだったけど。でもフロンターレでは言われた、言われた、しっかり試合もう出て結構、うん、出て、まあ、活躍っていうか、っていうかもうなんかね、選択肢がそれしかなかったもん俺の中で、はいはい、もう絶対プロになると思ってたから。俺ら高校だからまたちょっとそこ違うよね。違いますね。そうだよね。じゃあ次行きます。突っ込めよ。全然突っ込まないじゃんお前。もうなんか話したくないですかね。話したくないの？いや、名古屋いいの？名古屋の話聞いてないじゃん。名古屋の話聞いてないけど。忘れた？突っ込み得意の。得意じゃない。いやでも俺はもう別にプロ目指してたんですけど、高卒でプロも何も声かかったんで、まずでも言ったら選択肢大学サッカーしかプロ目指す道はなかったから一緒っすね、みんなと一緒だね、はい、それぞれなぜ中大明治順天を選んだのですか？明治はなんで？結構プロに出てる選手多いなってイメージがあったのと、うん、あとは僕が1年生の時の3年生のキャプテンの人が明治に行ってて、うん、え、誰？水野光っていう。え、てか龍二俺と被ってる？被ってない？いや、被ってないですね。被ってないんだ。え、龍二今何歳？今年何歳？今年27っす。 27? 5個っすか？あれ？亮太も30。俺32っすよね。5個っすね。被ってないっすね。入れ替わりだ。入れ替わりでもないっすね全然関係ない。え、名護はその1個下だっけ？いや、2個下？名護俺3個下っす。え、そうなの？だから14っす。龍二くんの14っすね、僕。龍二くんが4年の時、うん、え、そうなの？はい、名護はそんなちっちゃいんだ。ちっちゃい、ちっちゃいよ。それまあちっちゃいけど確かに。え、ちっちゃいっていうか年齢が下なんだ。はい、そうそう、若いな、名護。若いのに酒強いな。いや、どうだ使わないよ。いや、マジ強いからねだいぶ脱線しましたけど。じゃあだいぶ脱線した、まあ、そのキャプテンの人が行って、うん、で僕の1個上の一流で結構あの試合に出てた選手も明治行って、だからなんか一流の、まあ、いい選手というか上目指す選手は割と明治っていうその、ああそういうラインができてる、そうラインがあったんで、だから僕の1個下もいましたし、ね、2個下もいて、結構一流明治っていうのは割とそのラインがあったんで、ん、明治強いもんな毎年。いや、今すごいっすね。今もすごいしね。強いっすね、はい、俺らの代も強かったし。本当ですか？だって俺らの代誰インカレ優勝したんじゃなかったっけな。じゃあ順天を選んだ理由は？なんかそんな大学興味ないっていうか、なんかあんまり知らなかったんで、うん、なんか関東一部でプレーしたいっていうのがあったんですけど、うん、まあそれで静学の監督と話してて、順大練習会行ってみろって言われてのきっかけなんですけど、その時に長谷川達也さんいたんですよ。僕と同い年で今フロンターレ、フロンターレにいるんですけど、そいつも選手ね。はい、選手。あ、そうです、そうです。で静学から順天行ってたんで、でその人と一緒に練習やってる中で、なんかめちゃめちゃうまいんで達也さん、うん、知ってたんで、静学でめちゃめちゃ有名だったし、高校は被ってないのか、
かぶってないですよ、入れ替わりなんで。でなんか一緒に練習してる中でこんなにめちゃめちゃ上手い人がめちゃめちゃ声出してめちゃめちゃ走ってるのを見ててすごい影響を受けたっていうか、なんかここで一緒にプレーしたら成長できるなと思ったのが一番大きいきっかけですかね。はい、いいエピソードですか。で大学入って僕が1年で達也さんが4年で、まあ、プレーは1年間しかやってないんですけどめちゃめちゃいい時間でしたね。でも名古屋練習試合した時スーパーだったけどね、やばかったよ順天、ね、あの時やばかったよな。あの時2年なんか鹿島と練習試合したの、ここでグラウンドで、その時の名古屋やばかったっすか。すごいびっくりした。なんだこいつと思ったの普通に。いやでも難しいっすね。あの時のさ練習試合さ、もうぶっちゃけさ余裕だなと思ったっしょ。こいつらこれこんなもんなのと思ったっしょ。いやでももちろん大学生からしたらプロとやれるっていうモチベーションすごいじゃないですか実際。確かに、まあ、俺も実際そうでしたし、調子も良かったし、調子良かったよね。そうっすね、やばかったよね。イキイキしました。キュンキュン、レオと俺チンチン。でもそれあれですか、がっつりスタメンっていうか。いやそうだよね、結構メンバーもねちゃんとしてて、スタメンぐらい。僕も2年だったんでまだアントラーズ決まってなくて、あいつなんだ。そこでじゃあもう名古屋目つけられてたんですね。多分それで決まったと思う。いやあのプレー。次リョータ君、なぜ中央大学。中央は先輩の紹介です。紹介以上。勧められたってことですか。そう、中大いいよ。そう、中大なんか結構なんか上下関係あんまりないし、なんか僕中大受けた。あれっすよ、なんか一応希望出すんですよ、うん、第二希望にしました。第二なんだ。だから明治ダメだったら中大行きましたね。そっか、じゃあ明治には勝てないんだねやっぱり。でもいい大学っすよね、マーチで。やっぱマーチへのちょっと憧れみたいなのあった。いや別にないっす。ない、はい、大丈夫っす。すげえ。そこいや別にそんなないっす。まあまあ、杉は、まあ、本当愛されキャラというか、うん、みんなから可愛がられてる、ね、愛されキャラっすよね、うん、杉。そういうイメージがあるし、すごい真面目で可愛がられる杉ちゃん、いいやつって感じですね。え、杉だって俺の2個下だからまだ 22? あ、まあ、あとは本当もう顔からしたらまあ年はちょっと詐称してんじゃねえかっていうぐらいよく確かに言われてますけど、俺のが若く見えんじゃない。ヨタ君と同じか上でも全然いけるぐらい。俺と杉10個違うの。マジっすか。22です。今年22になったんで。やば、いや見えないな。どんな10年後どんな顔なんだろうね。いや追いつく、いや逆に変わんないんじゃないですか、やっぱ、うん、確かに福川の人のが年取った時逆に、いや今かわいそうね、そんな言ったら。今がかわいそう。大学卒業後の進路で湘南名古屋アントラーズを決めた理由は。じゃあ次名古屋から行こうか。はい、僕は大学3年の時にオファーもらって、ユニバーシアだったんですけど大学3年の夏に、それ優勝して、その優勝したんだ。はい、優勝しました。すごいね。その後ぐらいにもう何チームか話もらったんですけど、来てって。はい、もう3年の時にってことですか。あ、そうです、3年の夏終わりぐらい。うん、そう、夏あるもんね。で、まあ、シーモさんから、まあ、講義かかってもらって、まあでも鹿島から話したら、いや、しつこいな。え、ユニバーは出てたの。もちろんで出てました。はい、まあ、俺関東選抜 B だよ。いや、え、ユニバーでもなかったんですよね。まあ、なかったけどさ。そうっすよね、だって1個下で入るやつだっているでしょ。いますね。いるでしょ。俺そうでした。リュウジも入ってた。僕入ってました。で、まあでも鹿島からね、話にもらったら行くでしょっていう感じで、もう練習会も多分どこも行かんないで決めましたね、すぐ。もう話もらって、かっこいいな、鹿島愛っていうやつ。すごいな、すぐ来ました。全く他の選択肢とかなかったの。勝ったこともないですけど、まあ地元大阪なんで地元でっていう気持ちもあったんですけど。リュウジも関西だよね。関西、まあ三重、東海、一応東海なんですけど。2人とも全然出ないよね、方言。そうっすね。なんで、敬語で話してたらね。東京人ぶりたいの。
いや全く思わない。それ全く思わない。高校から出ないじゃん全然。え俺たまに出るか。出てます。名古出るかたまに。ツッコミの時だけ。ツッコミの時。いや先輩と話したら出ないですよ。でもだいぶ話ずれました。確かに。何の話してましたっけ。なんだっけ。僕鹿島のやつ言いました。ああ鹿島、はい、あ選んだ理由か。じゃあ名古屋選んだ理由は。まあそうやって高校千葉で大学東京で、うん、親元離れてたっていうのはあったし、地元に一番近かったですし、うん、そういう地元のクラブでスタートさせるのは一番いいんじゃないかなっていうのを思ったのと、うん、まあ、鹿島もオファーいただいて。あ、そうなの。はい、で最後鹿島と名古屋ですごい悩んでて、うん、プレースタイルというか、うん、そういう、まあ、選手の層もそうですし、名古屋の方が自分のタイプというか、うん、いないかなって感じて、まあ、どこ行っても競争あって、まあ、勝ち取るもんですけど、名古屋の方がチャンスあるというか、うん、生きるんじゃないかなってその時思ったんで名古屋にしましたね、その時は。あ、で、まあ、それ正解だったと思うよ。本当ですか。次亮太君。俺はその時のチームの人たちのなんかすごい優しくて入りやすくて、あ、湘南の選手。そうそうそう湘南ね。でなんかいいなと思って、まあ、他のチームも結構行ったんだけど、はい、なんかまあ湘南が一番こう周りの選手たちの雰囲気が良かった、はい、溶け込みやすいというかチームの雰囲気。そうそうそう。でも結構何チームか行ったんですか、練習会とか。何チームか行った、いや行ってないな。フロンターレと湘南。フロンターレもあったんですか。フロンターレもあったけど、それ戻んないんですか。戻んなかった。へえ。右サイドバックで考えてるとか言ってたから。あ、そうなんですか。ふざけんな。やだやだ。これ使い今やってるけど、ね、今やってる。へえ、なるほど。そう、右サイドバックじゃないなと思ったから。フルスだとしてもやっぱそこはやっぱあれなんですね。譲れない。そう、ポジション。なんかユースの人って基本大学4年間や、まあ、4年間やって戻りますよね。やっぱ戻りたいというかイメージ。戻る、だから上がれなくて悔しいから大学を得て戻るみたいなイメージ強いですね。あんまなかったね。ああ、そうなんです、うん、そんなに思い出はないです。そう、いや思い出なくはないけどね。それはこだわらなかったってことですね。そうだね。で強化指定で出れるって話もいただいたし。ああ、出てたんですか。じゃあ出てた。確かにそれでかいですね。そう、でかかった。リクシルスポーツ ザ・セッション。